こんにちは、お肉です。ということでですね、ついに NiziU のライブココナッツフェスのオフィシャルグッズが出ましたということでですね、ちょっとね、何が欲しいか、どんなものがあるかっていうのをちょっと皆さんにお伝えしていきたいんですけど、まあね、いっぱいあるんだろうなって思うのは思うんですが、ちょっとね、わあどうしよう、ちょっとみんなと一緒に考えていきたいので、皆さんもちょっと欲しいの教えてくださいね。ということで、まず見ていきます。まずパンフレット、これね、パンフレット結構ね、好きな方多いと思うんですよね。私ね、あんまり買ったことないんですけど、なんかね、パンフレット好きな人よく聞くので、パンフレット、しかもビジュがやっぱ可愛いから今回いいんじゃないかなと思います。ギター持ってる。そして次、T シャツはね、やっぱりライブに欠かせないものといえば欠かせないかなと思います。今年のやっぱ夏のライブの思い出になるかなって思うので、かわいいよね。しかもキッズサイズあるんだ。今までってキッズサイズあったっけ、なんかなかったような気がするので、素晴らしい。そして次、トートバッグは、あのね、トートバッグはね、実際そのいつまででも使えるっていうのがあって、しかもこれ結構でかそうだなって思うので、しかも上も閉まるようになってんのかな、ちょっとどうなのかなって感じなんですけど、このトートバッグ結構こう可愛いかも。なんかこれからどん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 使えていくかなと思います。そしてやっぱり NiziU がデザインしたタオルがあります。今年もあるんだね。で、佐賀がまやちゃん、りくちゃん、お、え、推しやん。え、しかもうち行くやん。え、これは欲しいな。この推しがデザインしたココナッツフェスのやつですね。可愛い気球飛んでる。そして広島があやかちゃんとみひちゃんが、可愛いね、これもめちゃめちゃスイカがついてて可愛い感じになってる。そして東京が2個に分かれてて、まず1つ目がリオちゃん、まゆかちゃんのやつ。え、これかわいいね。なんか何、本当に普通にプロがデザインしたような感じのやつかな。で、え、でもこれすごいわ。この下の愛知のまこちゃん、りくちゃん、あやかちゃんのやつ、待って、センスっていうか、この絵のうまさ。え、なんか一番左多分味噌カツだと思うんですけど、マシュマロアイスに見える。すごい、え、めっちゃすごい。え、天むす、きしめん、ひつまぶし、あんこ、手羽先みたいな感じで、愛知の素晴らしい、ご飯とかめっちゃ書いてくれてる。これめっちゃ普通に欲しい。そして東京 B がまやちゃん、みーひちゃん、になちゃん。は、普通にいいね。なんか持ってたら可愛いって感じのデザインになってる気がする。はい、ひまわりいっぱいで夏っぽい感じで、宮城がまこちゃんとりおちゃんで、あ、これもめっちゃ可愛い。なんかまこちゃんのこれ絵なのかな。なんかこのさ、結構何、ふわふわしたこのちょっとポップなこの絵の感じが私結構好きだなと思うし、この車のところも、あ、ココナッツになってるんだ全部が、めっちゃ素敵な感じで、しかも一番左にリオちゃんがいてめっちゃ可愛いんやけど。で、大阪がまゆかちゃんとりまちゃんになってて、あ、すごい、ココナッツを取り入れたデザインになってる。え、めっちゃ可愛い。これはもうラッパーの2人がデザインしたものになってます。で、最後北海道がりまちゃんとにナちゃんになってるココナッツフェスということで、これすごい。これはなんか一番なんかシンプルなんだけど、デザイン性がある感じがあって可愛い。1個2200円になってます。はい、そして次、ラントレ、あーすごい、え、会場販売か、え、毎日9名様ミート&グリートに参加できるって、え、プラスで毎日9人様に直筆サイン入りインスタント写真もプレゼント、すごい。であとネットで買うと45名様に直筆サインが入ってるらしいです、こちら。そして次、うちわ、あ、うちわのビジュ良い、ちょっと待って、めっちゃ可愛いね。わ、え、え、可愛い、え、わ、うちわめっちゃ可愛い。もはや全員分欲しいぐらい、めちゃめちゃ可愛いんじゃない。え、好きだわ。そして次、缶バッジ、あ、え、これとこれ結構ビジュ違うんだ。え、どっちも可愛いんですけど、え、これも可愛い、この缶バッジのビジュも。あ、りくちゃん前髪ないじゃん。あ、このミッション可愛いやけど、え、え、え、めっちゃ可愛い、好き、やばい。え、待って、欲しい。うわ、次、フォトカード、おお、これも可愛いですね。9枚入りなってて、はい、次、トレカケース、お、トレカケースもめちゃめちゃ夏っぽい感じになってて、あ、すごい、今回アクリルスタンドのキーホルダーになってるんだ、つけれますね。今まではただのスタンドだったから置くとか持つって感じになってたけど、今回はキーホルダーになってるんだ、しかも可愛い。え、結構好きかもこれ。そして次が、ランダムクリアマグネット、これがランダムなんだわ、ランダムって聞くと欲しくなるやつ、また来ました。そして次、あ、ロールステッカーはもう、これは年齢順に、3つに分かれてるロールステッカーなので、
めっちゃ可愛いやけどこんなあるんだ、いろいろ考えられてる。で、え、待ってこれ欲しい、カセットキーホルダー、え、うち好きかもカセットキーホルダー、これ多分メンバーがデザインし、やっぱりメンバーがデザインしたカセットキーホルダーになってます。え、めっちゃ可愛いんですけど、え、これ欲しいんですけど、わめっちゃ可愛い。そして次、ウォールポケット、壁に飾るやつか。で、これ20のホット、ん？ポストカードを飾るところはあるよみたいな感じになってます。そして次、エコバッグ、懐かしい。待って、前にさ、エコバッグローソンでもらえたやつあったじゃないですか。懐かしいやけど、エコバッグいいですね。なんかシンプルなデザイン。そして次がマルチポーチ、あ、これはニズーになってるんだ。え、かわいい。え、ニズーの夏バージョンやん。え、めっちゃ良い。ちょっとこれは、欲しい。そして次、ニズーパッチンバンド。何パッチンバンドって、手に負けちゃうやつかな、くるくるってなっててかな。え、めっちゃ可愛いんやけど、え、何、待ってて、もうね、やっぱニズーに目がないからさ、ニズー見てると全部欲しくなっちゃう。そして次、え、ニズーペットボトルホルダー、え、初めて見た、超可愛いんですけど、ねえ、待って、欲しいもの多いんやけど絶対無理、こんなに買うの。でもマジで全部欲しいって感じ。そして次、水内輪ケース出た。あれ前も3000円だっけ。え、これ買うしかないやん、水内輪ケースだって。え、え、みんな待望やん。これ買えなかった人たくさんいると思うので、今回また内輪ケース出てるよ、みんな買いましょう。そして、え、え、かわいい、水サロペット、めっちゃかわいいんやけど、え、服ってことか、今回は。すっごいかわいい。そして次が20ネイル、ネイルシール、これめっちゃいいやん。これつけるだけでネイル完成するみたいな。え、これでネイルしてもらいたいかも。めっちゃ可愛い。そしてペンライトストラップ、おー、シンプルな感じになってる。まあやとか、あやかみたいな感じで、すごい可愛い。眉毛が長くて可愛いですね。そして次、あ、ライトと、ペンライトとペンライトケースは今までと変わらずあるかな。そして、はい、次がアイピロー、 あれだ、ここからメンバープロデュースグッズということで、まこちゃんが今回アイピロー、寝る時のやつか、かわいい。デザインもまこちゃんが、やっぱまこちゃんこのポップな感じのデザインいいですね。そして次、お、リオちゃんがヘアバンド、え、かわいい。めっちゃ、なんだろう、シンプルなんだけど毎日使えるものだからいいんじゃないかな。ライブとかにもつけれる。そしてまやちゃんが、え、ボディミニバッグ、おしゃれすぎん。え、なんかさ、前回さ、まやちゃんさ、確かサングラスだったんだよね。で、サングラスも良かったけど、なんかいつもおしゃれなものデザインしてくれるね。なんかシンプルで使いやすそう。で、スマホチャーム、かわいい。え、待って、欲しいかも。スマホチャーム普通につけたい。しかも値段安いんやけど。え、かわいい。あ、リクの R になってるんや。で、あ、すごい。めっちゃデザインかわいい。そして次が、ブレスレット。ブレスレットシンプルでいいやん。つけやすいと思うし。なんか、このあやかちゃんのサインが入ってるのもいいかな。そして次、え、すごい、まゆかちゃんユニフォーム、これで来る人多いんじゃない、ライブ。え、すごい、ユニフォームなんだ。なんか初めて見たから新鮮な感じがします。そしてりまちゃん、あ、ペンケースだって。え、めっちゃ可愛いんだけど、ラーメンで、デザイン力半端ない気がする。うわ、これ多分透明なのかな、めっちゃ可愛い。そして巾着ポーチ、みーしちゃん、これ普通にシンプルでめっちゃ可愛いやん。普通に何でも使える感じかな。そして次、最後がニナちゃんのカードケース、可愛い。20って書いて、追加が書いてある感じになってますね。ということで、1万円以上お買い上げの方にはメッセージカード1万円ごとにもらえるという感じですね。前もあったね。個人的に今回見てほしいのは、T シャツは欲しいよね。で、トートバッグとちょっとタオルはちょっと欲しいなっていうのは正直思う。あと、うちわと、あとこのアクリルスタンドキーホルダー、そしてカセットキーホルダー、そして、え、待って、めっちゃ欲しいもの多いんだけど、あと、うちわケースはやっぱ欲しいかな。で、あとはネイルシールも、待って、欲しすぎる、欲しいもの多すぎる。そして、ボディミニバッグはやっぱまやちゃんがデザインしたから欲しいし、あとこのスマホチャームも欲しいかなっていう感じで、私はこんな感じかな。皆さん何が欲しいかちょっと教えていただきたいので、ちょっとコメントに書いてほしいですね。やっぱタオルとかは買う人多いのかな。あと、うちわケースとか、あとまあランダム系、あと、そして推しの
デザインしたものとか欲しいんじゃないかなと思いますので、ちょっと欲しいものたくさん教えてください。で今回これが、ちょっと待って、いつに発売するんだっけな。あ、てかさ、うちわケースがリニューアルしたって書いてあるんだけど、どうリニューアルしたんだろう、ちょっとそれが気になるな。そして、あ、今回はもちろん会場でも売ってるんですけど、あ、今回グッズが発売が6月20日に発売されるんですけど、発送が7月21日以降なので佐賀には間に合わないんだ。なので佐賀でグッズが欲しい人はもう佐賀のライブで並ばなきゃいけないみたいって感じか。うわー、並ぶ必要があるんだ。ちょっとそこにびっくりしたわ。マジか、今回はライブに間に合う感じじゃないっていう感じですね。でも、まあ、他の日にち、その広島公演からの人はネットで間に合うので、まあ、ネットで買ったらいいんじゃないかなって思うけど、東京と大阪と佐賀に行かれる方はちょっとグッズが間に合わない感じになってるので、そこは気をつけてください。はい、そんな感じで皆さんもね、ちょっとこれからグッズも出て楽しみになってきたと思いますので、よろしくお願いします。そんな感じでこれからも NiziU のね、新しい情報とか入ったらどんどん動画にしていきますので、よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。